さあ、じゃあ一応ハロワに来たので、介護職つけるかな、できるかな、無理だと思っていますが、春日一番です。住所あります。うんうん、以上はどうあれやりたい時にやりたい場所で働けると思わないでほしいね。ごもっともです。そんなことができるならね、みんなやってますよね。いや、日だまりの城は一流スタッフを揃えた高級介護施設だよ。いや、でも春日さん一応若のお世話とかしてましたよ。一応あの経験者っていうか、ハローワークに求人なんて出すわけないじゃないか。じゃあ日だまりの城への斡旋は悪いが無理だね。くそ、ちくしょう。さっき進ちゃんのお世話もしてきたんですけど、まあ日だまりの城への直接の斡旋は無理だが、外注業者なら話は別だがな。外注業者？ん？何それ？そう。日だまりの城だって全業務を自社の社員で賄ってるわけじゃない。例えば介護士は日だまりの城の社員だが、その補助をする介護助手はその派遣会社から人を入れてる。なるほど。介護職専門の派遣会社さ。へえ。ってことは俺がここに登録すれば日だまりの城に出入りできるってことか？だけど、いくら助手だからって、ズームの素人じゃ、日だまりの城も派遣に取らないだろう。いや、やったことありますね、春日さん。だから、春日くんはダメ。足立さん無理だね。二人とも素人でしょ。足立さんは？うんだよ、期待持たせやがって。でも、南波さん、あんたは可能性がある。あ、そうだよね。看護師やってたんだよね。え？俺？なんでこんなやつが。看護師は、お前も重工でやってもらっただろ？南波さん、履歴書に看護師と書いてあったよね。介護には強い経歴だ。あんたなら問題なく日だまりの城に行けるだろう。え、でも僕の方が経験者なんですけど。しゃあ。で、足立さんは元警察だったらこういう仕事ならあるかな。警備員とかかな。お、なんかあるのか。警察だったことを生かすなら警備員がちょうどいい。いや、そうですよね。日だまりの城の警備を請け負ってる会社を紹介しよう。お、優秀すぎる。警備ならお手のもんだ。任してくれよ。おい、お俺だけなしか。俺で向いてる外事も紹介してくれよ。元ソープだ。うん。春日さん、元極道。元極道。そして介護施設。あの、取り立てとかありませんか？あ、これがあったか。あ、ここが、日だまりの城。うわ、高そう。いやでもなんかちょっと市役所感もすごい。お兄さん、あなた見ない顔ね。新入りなの？ええ。あ、派遣できた難波って言います。ひげ剃れよ。あら、そう。お医者さんなの。偉いわね。いや、介護の助手だよ。派遣できたんだよ。まあ、弁護士さん。まさかちょっと前までホームレスだったのにな。ね、ところでおばあちゃん、弁護士さん、この施設に向田さんって人が入居してるはずなんだけど、わかるかい？あの一人娘のいるおじいさんなんだが。そういえば朝ごはんはあるかしらね。もうとっくに昼過ぎてるぜ。しょうがないしょうがない、結構よ、うん、どうもね、おまわりさん。いえいえ、敬礼。お、似合ってるじゃないですか。いや、今のとこ菜の葉の親父らしき人間は見当たらねえ。なるほど。なんかそのビップループにいいんじゃないの？ちっとも悪徳施設には見えねえんだよな。いやでもこの人たちは何も分かってないでしょ。医療機器だって最新のもんだ。へえ。警備の方もだ。セキュリティから巡回までしっかり金をかけてるぜ。あ、そうなんだ。こら新人、何度言ったらわかるんだい。カソガさん、便器に自分の顔が映るまで磨き込むんだよ。やべ、トイレ掃除だ。次に行くよ。嘘。チンタラしてたら終わんないよ。いや、見たことあるこの作業着。あ、似合ってますね、春日さん。なんで俺だけ便所掃除なんだよ。だって何も資格ないから。仕方ねえだろ、お前に勤まる外注業者が他になかったんだから。で、親父さんは見つかったのか？いや、どこにもいねえ。春日の方は？朝から便器しか見てねえよ。あのおばちゃんが厳しくてサボることもできねえ。もしかしたら親父さんはマジでエクセレントルームに入居してんのかもな。いや、かもしんないよな。例のバカ高いビップルームか。
エクセレントはありえねえよ。聞いたとこによると、あそこに入るには厳しい審査があるって話だ。審査？契約希望者は何度も施設側と面接を重ねるんだとよ。お、面接？詳しくは知らねえが、家柄や社会的地位を審査するんだろう。入居してんのは財界の大物や引退した資産家とかだって噂だ。いや、そうですよね。たとえ金があったところで、名の恥じゃ審査は通らねえだろうな。お前らエクセレントルームは確認してねえのか？確認したくてもできねえんだよ。エクセレントの入居者は完全にプライバシーが守られていて、介護から警備まで全て正社員が担当してるんだ。エクセレントルームはどこにあるんだ？最上階だ。だけど社員が持ってるカードキーがなきゃ入れねえ。確かめようがねえよ。こら、しんじ、これ、こなれてるよ。行くよ、春日さん。今行きます。いや、ジムラも特に資格ないから便所掃除しかできないわ。お疲れさん。はい、お疲れ様です。トイレ掃除だけで丸一日かかるなんて驚いただろう。はい、広いですね。すげえ数のトイレっすね。そりゃこれだけの大きな施設だからね。ま、明日からはもう少しペースアップしておくれよ。はい。最上階か、行けたりしないか。まだ最上階が残ってるみたいですけど。ああ、7階はエクセレントルームって言ってね、私ら外注業者は立ち入り禁止なのさ。マジですか。行けそうないな。あ、でもこれがなんかその人っぽくない？なんかおしゃれさんだもの、おばあさんが。上行くんちゃん、上行くんちゃん。あ、俺さっきの便所に忘れ物しちゃいました。取りに行っていいですか？何やってんだい、はい、おっちょこちょいだね。あ、すいません、おっちょこちょいで、すいません。先に降りててください。俺後から追いかけますんで。はい、後から行きます。仕方ないね、さっさとするんだよ。はい。これで上行って、あのおばちゃんには悪いけど、ここが7階。え、でもな、カードキーいるって言ったから、あの人はさっきいた人についていくでいいよな。うわ、お、来たんちゃう。隠れて隠れて。え、でも多分あの人がエクセレントルームに入ってる人だよね。え、どういうこと？え、怖がらなくても大丈夫だよ、おばあちゃん。いや、めっちゃ怖がってる。やばいところ。え、どういうこと？春日さん、ついてって、ついてって。え、どういう、高い金払ってビビり散らかすってどういうこと？それじゃ、おやすみなさい。え、わかんないな。え、ちょっと見せて。見えない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 。春日さん、あいつ殴れ殴れ、カードキー奪え。え、普通に帰って、え、見れたの？春日さん、ただいま。おう。おう、春日、遅かったじゃねえか。便所掃除か板についたか。うるせえ。ああ、あれ、ナンバーはまだ仕事だろ。あいつを真面目にやってるみたいだな。とはいえ、情報なり証拠なり早いとこを見つけなくちゃな。なんかおばあちゃんがキャー言うてたんですけど、そうだな。でも俺さっきエクセレントルームで変なもの見ちまってよ。え、お前エクセレントルーム行ったのか？で、変なものって？ただいま。あ、もう死にそうなくらい疲れたぜ。それが仕事をするってことですよ。お疲れさん。今日春日が変なものを見たって話を。また。ストップ。どうでもいいけど話は明日にしようぜ。なぜ？え、本当になぜ？
今日は疲れたし、おまけに明日は早朝から出ろって言われてんだ。さっきばあさんが一人亡くなって、それでバタバタするからいろいろ手伝えとさ。え、そのばあさんって。なんだって？エクセレントルームのあのばあさんじゃね？おしゃればあさんか？なんだと？どうした？そのばあさん、紫色の髪の。そうだ。なんで知ってんだ？え、やっぱりあれなんかされたってこと？まさか。でもきっとそうだ。そのばあさん殺されたんだ。エクセレントルームで。え？エクセレントルームで殺し？見たわけじゃねえが、そうとしか思えねえ。なんで入居者を殺す必要があんだよ。客が死んだら、施設の身入りが増えるだけだろ。いや、そうとも言えないじゃん。不正受給ビジネスってのがあるんだ。不正受給？ん？不正受給ビジネス。年寄りが亡くなっても死亡届を出さねえで、戸籍上は生きてるように装うのさ。え？死体はどこかに隠して、死人の口座に振り込まれ続ける。年金やら、医療保険やらをもらい続ける手口だ。マジで？え？そんなことがあんの？施設がその金をかすめるってのか、そんなことできるのか。おい。これを見てみろ。俺が調べたんだ。そんなこと、え、怖っ。警備室の奥にある金庫だ。この中には入居者の通帳とハンコを預けられているらしい。え？通帳とハンコ？入居者からしても自分で持っていてなくすより、施設に預けた方が安心なんだろう。そっか、まあそういうこと、介護が必要とする老人ばっかりだもんな。それはあるかもな。通帳とハンコがあれば、施設が受給金を手に入れようと思えば可能ってわけか。いやもう怖、鳥肌立っちゃう。それに誰かが死んで部屋が開けば、また新たな入居者を入れられる。そのためにどんどん入居費が入ってくるってわけか。え？こいつら。え、逆にナノハさんのお父さん大丈夫なの？ん？こいつらは警備会社の奴らだけど、店長の知り合いですか？こいつら全員、うちのケツ持ちだった連中だぞ。え？ケツ持ち？清流会ってこと？ん？ってことは清流会の組員か？うん。清流会の二次団体の竜土木会って組織の連中だ。なんて。しょっちゅううちに来ては女の子にちょっかい出すんでよく覚えてる。でも4年前ぐらいに別の忍びで忙しくなるって言って、他の二次団体にケツ持ちが変わったんだ。ほう。だが現役のヤクザがフロント企業として警備会社を運営することはあっても、自ら現場に立つなんて聞いたことねえぞ。あ、いや、日だまりの城そのもの全てが清流会の忍びだったら、だとすりゃ施設ぐるみの不正受給もやりかねないか。怖い。おい、でもよ、あの中で不正受給が行われてるとしたら、菜の葉の父ちゃんとっくに殺されてんじゃねえのか。可能性は全然あるよね。いや、菜の葉さんの親父さんまだ生きてる。なんでわかる？喫茶店で菜の葉さんが200万円支払った時の会話を思い出してくれ。スマホで盗聴した時の会話か。ああ。なんて言ったっけ。あの時菜の葉さんから金を受け取った男はこう言った。残り300万。もしも10日後に結婚します。引き取れたのは残り300万という金額。そして10日後に何かが決行されるってことだ。10日後に殺されるんじゃねえ。お、結婚ってそうか。残り300万円を支払わなければ、10日後に父親の殺害を決行する。ってことか。え、それを言ってんの？菜の葉さんに。殺されたくなければ金を払え、という脅迫だろうな。怖っ。そうか。つまり親父さんを人質に取られてるって状況ってことか。でもこりゃさすがに警察にって言うよね、普通。どうかな。ヤクザの経営する施設だ。すでに裏ではつながってる可能性もある。払わなきゃ親父さんを殺す。もし殺したとしても警察とつながってりゃお咎めなし。さらに不正受給した金まで根こそぎいただくつもりだろうな。ひでえな。くそ。怖い。待った。おい、ちょっと待てよ。あの会話聞いた日から今日で何日目だ。2日3日ぐらいですか。10日だ。ってことは足立さんの推理が正しいなら、親父さんが殺されるのは明日。
早ない展開。300万、とても今のナルハにそう簡単に用意できる金じゃない。俺だってあれば貸してやりたいが、そんなまとまった金今は。いや、金を払ったとしてもヤクザが経営する施設だ。必ず無事に帰るかわからない。こうなったら俺たちが何が何でも助け出すしかねえ。そうだ、親父さんはエクセレントルームに監禁されてるはずだ。やってやるぜ。今から？すまないな、雇った早々こんな危ない橋ばかり渡らせて。でも頼む。いや、しょうがないです、これやりましょう。あんたしかも望みはないんだ。頼む。じゃあ仕事が終わったら大入り袋用意してくれよ。分かった。おう、分かった。なんだ大入り袋って、大金手に入んのか。昔からそうプランになる風習だよ。あ、そうなんだ。お客さんがたくさん入った日に配られるんだ。え、何それ。大入りが出た日は女の子もボーイもみんな幸せそうな顔で帰ってくんだ。へえ、楽しそう。でいくら入ってんだ。まあ相場は3000くらいかな。え、でも嬉しいんじゃない。え、3000、それっぽっちで命かけんのか。いや全然かけますけど。パンパンに詰めたお入り袋用意しておくから、絶対に生きて帰るんだぞ。3000はでかいじゃないですかね、春日さん。大丈夫かな。でもやれやれ、明日は忙しくなりそうだし帰って寝るか。ちょっと一軒寄ってかねえか。また風俗、うん、どこへ。俺の馴染みの店がスナック街にあるんだ。カラオケも歌えるし酒も飲める。いや、カラオケあんの、行きたい。明日は忙しくなりそうだし、その前に一杯くらい引っ掛けて気晴らしと行こうぜ。酒代は馴染みの店だって言っただろ。事情を話せばきっとつけて許してくれるさ。本当にな、いいだろ、一杯だけ。いや絶対嘘、これ多分めっちゃ飲む。しょうがねえな、深酒はしないでくれよ。わかってるって、一杯だけっていうやつ絶対一杯じゃないもんな。分かってんだよ。まあ行くか、スナック街。スナック街にある足立さんなじみのカラオケバーに向かおう。カラオケ行きたい。カラオケバー、あ、ここか。なんかこの辺なんかサイドストーリーもあったよな。でも今消えてんのか。まあとりあえず行ってみる。うん、遠遠いけど、あ、でも一回ちょっとホームレス街戻って、で、回復してからカラオケ行きましょう。スナック街、カラオケってこの辺ですか。あ、これさ、もしかして服屋さん変えたりすんちゃいます。ちょっと見に行っていいですか。ごめんなさい、ここ見せてくださいね。ハッスル用品店行ってきますね。失礼します。いらっしゃいませ。あ、鉄パイプとかありますよ。あ、いいんじゃない。その今バット持ってるけど、鉄パイプ持ったら鉄パイプ、竹ぼうき、あ、いいんじゃない。あ、いいんじゃない。ちょっと鉄パイプ買いますね。鉄パイプ買って、これ春日さんに持たせて、でこのほうきを、うん、南波さんに持たせて。いやーちょっとね、南波さんの HP が低いから、ちょっとこれジャケット着させておくか。ありがとうございました。これ技も変わったんちゃいます。いや、ちょっと楽しみに見ときましょうね。で、この辺かな。あれ、ここ、あ、ここ知ってます、来たことあります。え、ここターボート来たよね。足立さんの行きつけの店ってのはここか。ええ、え、なんかそれこそなんか清流会かなんかのヤクザの人がいなかったっけ、ここ。あ、この人、この人。おめえか。愛想ねえな。そんなんだからいつもカンコドリが泣いてんだよ。趣味でやってんだ、客なんて来ないくらいがちょうどいい。よく言うぜ。足立さん、いらっしゃい。え、知り合い。よ、イロハちゃん。好きなの。その人たちは。イロハちゃん、俺の連れだ。春日に難波。よろしくお願いします。どうも。足立さんが誰かを連れてここに来るなんて珍しいね。っていうか初めてじゃない。
まあそう言われてみりゃそうかもな。よっぽど気に入ってんだね、その人たちが。ちげえよ、こんなむさ苦しい連中気に入るわけねえだろうが。照れちゃって可愛い足立さん。可愛い？お気に入りなの？そんなことよりマスター、一つ頼みがあってよ。どうせつけで飲ませてくれとか言うんだろ。よくわかってるじゃねえか。頼むよ、こちらにもこれから先ここに金落とさせるようにするからさな。まったく、本当に元刑事かよ、しょうがねえな。サンキューマスター。よっしゃ飲もうぜお前ら。あった、ありがとうございます。カラオケバーがカスガたちのたまり場になりました。あ、そうなんだ、たまろうね。いや、ぐでんぐでんなんだけど。なんだよ、ナンバのやつ。この程度の酒でもう寝ちまうなんてよ。そんなに弱いイメージなかったけど。疲れてんだろ。あ、そっか。仕方ねえさ。うん。今日はいろいろあったからね。いや、一番仕事大変だったんじゃない。明日は今日以上に忙しくなりそうだがな。ただ、なんだかお前らと一緒なら、うまくやれる気がしてんだよ、俺。へえ、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。足立さん、もう酔ってんのか。これ式の酒じゃまだ酔わねえよ。足立さんは酔ってんのよ、久々に芽生えた熱い友情にね。ヒュー、イロハちゃん、何言ってんだよ。イロハちゃん、茶化すなよな。足立さん、俺らのこと気に入ってくれてるのか。嬉しいもんだな。嬉しいね。あ、でもなんかそう思ってくれてるのは嬉しいよな、本当に。で、ねえ、なんで足立さんからハートマーク出てんの。足立と一緒に飲む。いや、飲むんだけど。いろはちゃん、そういえばちゃんと自己紹介してなかったね。はい、私は柳いろは。柳いろはちゃん、この店のお手伝いをしてるの。はい、改めてよろしくね。あ、お願いしますね。いろはちゃんか、カスが一番だ、よろしくね。手伝いって接客か。そう、私の仕事は2つ。2つ。1つは飲食のオーダーを取ること。だから飲み食いしたいときは私に声かけてね。あ、わかりました。そしてもう1つは、うん、お客さんと話すこと。なるほど。私実は少し前に他の店でホステスやってて、聞き上手のイロハって有名だったの。もしかしてイロハちゃん。だから私に何でも話してね。他のシリーズで出たりするのかな。でも話すって言っても何を話せばいいんだ。俺そういう店あんま行かねえから疎くてよ。何でもいいのよ。例えば足立さんとこんなくだらない話をしたよとかね。そんなんでいいのか。もちろん。春日さんが友達とどんな話をしてるのか私すっごい興味ある。なんか本当にいろはちゃんなんか聞き上手な感じすごいある。話かけてね。いいですか。イロハに話しかけることで、すでに聞いたパーティーチャットをもう一度聞くことができ、あ、なるほどね。あ、これ良かったよね、竜を背負うということを。これは聞いたけど、あ、なるほどね。あ、聞きたいものがあったらもう一、なにこれ。なんかありますよ、虫ちゃん。恋のディスコクイーンだ。CD 収集について。サバイバーで BGM として流すことができます。あ、マジ？これは？ CD かけるか。やばい、堀井さん作詞だ。じゃあこれかけとくか。うるさいな。マスター、あ、そうだ、カスだ、腹減ってないか。あ、いいっすか。え、あー、まあ確かにちょっと小腹が。じゃあこれやるよ。あ、ランチボックス、優しい、美味しそう。いいんすか、もらっちゃって。あ、まかないで作ったんだが、ちょっと作りすぎちまったからよ。気にして作ってくれ。マスターのお弁当美味しいよ。顔に似合う器用なんだよね。花束とかも作れちゃうんだよ。おまじ一言多いで。たく、やばい、マスターちょっと好きになりそう。材料持ってきたらまた何か作って。あ、材料、食材か。どこで調達するかな。それならバーの外にあるプランター使っていいよ。あ、私が栽培しようとして三日坊主になっちゃった、そういうことか。なるほどね。なんかお花屋さんで買うってことか。育てようと思ったトマトの種あげる。ありがとう、ちゃっかりしてんな。じゃあ一応育ててみっか。
え、マジ？え、ちょっと、ちょっと待ってくださいね、春日さん。やることいっぱいあるわ。ちょっと待って、ごめん、超うるせえです。待って、ちょっと育ててくる、待ってて。出れへん。今ちょっとトマト育てられないって。一回ちょっと恋のディスコクイーン止めて、ちょっと止めてもらって話しますか。お、さすが、もう少し一緒に飲むか。ああ、おい、もう今日はつけじゃ飲ませねえぞ。え、なんだよ、ケチくせえの。ランチボックス開けたくせに。足立さんと飲むか。お、仲間と一緒に食事をしたり戦ったりすることで絆ゲージ。あ、そう、絆ドラマ。あ、なるほど。今までキャバ嬢とやってたことを足立さんとするってことかな。仲間たちの悩みを聞いて解決に導くことで、さらに絆を深めることができます。絆が深まり、絆レベルが上がると、仲間の転職できるジョブや使える技が増えるなど、仲間の能力が大きく成長して、バトルを有利に進められるようになります。へぇ、足立さんとの親愛度ってことか。足立さん、何飲んでるんだ？そいつは聞くんじゃねえよ。なんかワンカップみたいに飲んでなかった。裸一貫。足立さん、それカップ酒。こんなおしゃれなジャズバーで飲むなよ。声がでけえよ。え、マスターに聞こえるだろう。内緒なの。勝手に持ち込んで飲んでるのか。ああ、コンビニで買ったやつだよ。こんな洒落たバーで酔うまで飲んだら高くつくだろう。悪いやつ。お前だって財布が寂しければ同じことするさ。しねえよ。え、俺なら自分で酒を作る。だったら作るけど、でも作っていいのかな。借金して酒を頼む。借金してまで頼むか。いや、作るぜ。いや、俺なら酒を作るな。作る？ああ、ブドウからワイン、米から日本酒、麦からは焼酎さ。自分で作りゃタダじゃねえか。お、作ってやるぜ。いいアイデアだが、それは犯罪だ。え、マジ？それにブドウや米を買う金がありゃ、普通に店の酒を注文してるよ。ごもっとも。そりゃそうか。よし、今日は足立さんに一杯ご馳走するよ。いいよ。サンキュー。だから今すぐそれを隠せ、カップ酒を。あ、なるほど、これで容器レベルとか上がっていくんだ。しかし、定年直前で警察を懲戒免職なんて、たまらないな。本当だよな、めっちゃかわいそうなんだけど。警視総監の堀の内に盾ついてクビになるなら本望だよ。あいつに目をつむって警察を続けるより、ずっとな。確か、足立さんと堀の内の因縁が生まれたのは、20年前の事件だったな。ああ、老夫婦が殺された強盗殺人事件だ。俺たち捜査本部は近所に住む久住って男を逮捕した。久住には空き巣の前科があったし、アリバイもあやふやだったからな。だけど久住はシロだった。ああ、きっかけは久住の息子だった。息子？久住には妻子がいてな、一人息子の高志は当時5歳。その高志が犯行時刻にお父さんと散歩に行っていたって証言したんだ。だが親族ってのは容疑者に有利な証言、つまり嘘を言う可能性がある。だから捜査本部は高志の証言を無視することで一致したんだ。俺もその決断に反対はしなかったが、どうしても高志の証言が気になってな。久住の逮捕後も俺は単独で聞き込みを続けたんだ。するとタバコ屋の主人が犯行時刻に散歩する久住と高志を見ていた。高志の証言は正しかったんだよ。すぐに捜査本部にそのことを伝え、久住の釈放を要請したが、堀之内がそれを握りつぶした。確か堀之内は当時の神奈川県警のトップだったな。ああ、警視庁への栄転が内定していた堀之内にとって誤認逮捕という失態はあってはならないことだ。だから堀之内は冤罪と分かっていながら久住を無償送りにした。結果久住は獄中で自殺だ。堀之内は他人の命まで犠牲にしてキャリアを掴んだってわけか。足立さんが堀之内に執着する気も分かるな。だけど久住の命を奪った原因の半分は俺にある。
高志の証言を俺がすぐに信じていれば誤認逮捕を止められたはずだ。足立さん一人の責任じゃないさ。捜査本部の全員で決めたことなんだ。だが高志の事情聴取をしたのはこの俺だ。今でもあの子の顔が頭から離れねえ。足立さんはその後くすみの冤罪をマスコミにリークしようとしたんだろう。それってもしかして高志君への罪滅ぼしって思いもあるんじゃないのか。春日のくせに察しがいいな。確かにそういう思いもあったさ。だが結果はリークも失敗して俺は免許センターを送り、何一つなせないままこの手たらくだ。悲観するなよ足立さん。すまねえな、暗い話になっちまって。気にすんなって。バカ話をするだけが仲間じゃないだろ。いいこと言うじゃねえか、春日のくせに。春日のくせにってのは余計だろ。まあお前みたいな仲間が警察時代にいたら俺の人生も変わってたのかもな。俺みたいな警察官がいたら日本は終わりだよ。それもそうか。そこで同意するか。まあもう一杯飲もうぜ、お前のおごりでな。仕方ねえな、もう。マスター注文いいかい。うん、なんかすごいいい関係性よな。なんかこの春日さんっていう人間性がいい人だから、みんながどんどんこう絆というかね、心を開いていくんだろうな。お、控えメンバーでの経験値を取得しやすくなった。なるほどね、レベルも上がりやすくなるんだ。さて、そろそろ帰るか。今度南波先輩とも飲みたいな。もう帰っちゃうの。悪いな、いろはちゃん、俺たち明日いろいろ忙しいんだよ。おい南波、いつまで寝てんだよ、帰るぞ。でも本当にこの店気に入りました。いや、いいよね。また使わせてもらいます。おしゃれよね。おう、どうせろくに客も来ねえ店だ、遠慮せず来てくれ。あとっていうか、あいつをよろしくな。あれね、あいつがあんなに楽しそうに男と飲んでるの。今気づいたけど、このマスターさ、本当に久しぶりだ。あれ、よほどおめえらのことを気に入ってるんじゃねえか。その傷、あれ、そうなのかな。ああ、俺が言うんだから間違いねえ。あいつはろくでなしだが、悪いやつじゃねえ。マスター、名前教えてもらっていいですか。仲良くしてやってくれ、マスター。ええ、もちろん。おい、春日、何話してんだ。南波先輩、かわいい。どうも、すまんすまん。じゃあ、マスター、また。毎度あり。多分だけど、この人、登場会の。いや、なんかあの桐生ちゃんがすごくお世話になってたと思うんだけど。待って、じゃあ向かうとしようぜ。日だまりの城向かおう。また当たり前おじさんいる。いや、でも当たり前おじさんずっとね、同じことしか言わないんだよな。横浜の街だとしか言わないからさ。宴会トークと呼ばれる会話を見ることができます。なるほど、絆ドラマいっぱい来るな、メールが。てん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 。いや、トマト育てに行っていいですか。まあもちろんね、日だまりの城にも行くんですけど、せっかくここに来てるので、あっちのサブストーリー回収とちょっとトマトを栽培してみようかなと思います。あ、そうだ、これ鉄パイプになってるんですね。多分強くなってる。いや、いいじゃない、いいじゃない。いや、ほうきになってる。ほうきになってる。多分威力が上がってるしな。うん、いいんじゃない。鉄パイプかっこいいじゃないですか。ね、ここ渡るん怖い。一回事故してからずっと怖いよね、ここ渡るの。止まってもらっていいですか。止まってもらっていいですか。でもなんかサブストーリーのマークがちょっと青いので、何かの続きかなとは思うんですけど、揉めていらっしゃる。どういうこと。え、ちょっとわかんないな。何これ。え、ちょっとわかんないな。え、ちょっと、何していらっしゃるんでしょうか。見る。はぁ、あ、下手か。そんなへっぴり腰ではいつまでも強くなれんぞ。
わしが手本を見せてやる。木の板持って構えてみる。あ、木の板。はい。あ、それください。割らないでそれください。こんなとこで線でも。木の板欲しかったんだよね。空手の特訓か。そういえば木が何かで必要だったような。翔太くんの誕生日プレゼントであげなきゃ。そうだ、陣内のおっさんに本棚作るための板を頼まれてんだったな。あれ、もらえないか交渉してみるか。その木の板何枚か譲ってくれねえか。ちょっと本棚作りたくて。それは構わないが、これは我々の鍛錬のために使うもの。あなたが代わりに相手になるのならいいだろう。急。面白いじゃねえか。そんな板よりいい相手になってやるぜ。いいだろう。ただ我々も本気で生かしてもらうぞ。いざ勝負。あ、なるほどね。木の板を手に入れるためには戦わなきゃってことか。木の及川ってやつがなんかでかいよね。強いのかな。ちょっとあの一回こいつ、あ、昼出勤 NG なんだこいつ。こんだわら。マジかよ。じゃあまた夜になったら呼ぼっかな。さあ、一応この空手形倒したんだけど。お、いいね。3000もらえて。どうだ、ざっとこんなもんよ。木の板ください。あ、我々は素人に負けるとは。もう一度鍛え直しだ。お前たち走り込み行くぞ。はい。こんな、スナック街でしなくても。おい、この板もらっていいんだよな。好きなだけ持ってってくれ。いいやつたち。優しいね。あ、でも、いいんじゃない。よし、これで木の板は手に入れたな。次は釘を探すとすっか。もっとさ、どうなの、本棚作るってこんなちっちゃいのがいっぱいでできるもんなの。何、ボンドでくっつける気なの。もっとでかい木の板あった方がいいと思うけどな。で、多分釘を手に入れるためにこっち行くって感じか。え、じゃあせっかくだからトマトを育ててみましょう。よし、何か植えるか。トマトを、よし、植えたぜ。栄養剤がねえや。え、栄養剤？どこで手に入れられる？え、栄養剤？え、栄養剤？この辺でなんか釘が手に入るらしいんですけど、あの辺か、なんかこれより私行ったことないよね。なんかロフトジャッジメントの時は行けなかったんだけど、あれかな？なんか変な揉め方しとんな。あれだな。ロマン製作所？どんなものでも修理します。あのカッパ、カラオケのカッパ、あれ？お、なんだ君たちは。おい、おっさん。親父狩りこれ。かわいそうだろうが。え？何をするんだ。私をどうするつもりだ。うわ、怖っ。おっさん、ちょっとでいいんだよ。俺らに小遣いくれねえから。そんなにバットに釘を刺すんでねえ。うわ、あんな向けられたらもう無理だわ。諦めてお金渡すかも。陣内のおっさんに釘を頼まれてたんだよな。まあ、釘っちゃ釘だが、あれ使うの？嘘？まあ、丈夫そうな釘だけど。あ、何おっさんガン飛ばしてんだ。なんか文句でもあんのか。いや。文句はね、ただそのバットに刺さってる釘を分けちゃうぐらいねえかと思って。お前よく言えたな、この状況で。何わけわかんねえこと言ってんだ。お前らね、先にこのおっさんからやっちまおうぜ。釘くれるだけでいいのに、そんなに刺さってるんだから。なんかね、極み技新しいのが出てるんですよね。これかな、バスタースマッシュ。やってやるぜ。お、あ、うん、あ、どうなんだろう、相手が強いのか。釘を渡せ。杖。どうだ、まだやるか。いえ、もういいです。すいませんでした。これもらっていいんだって。ありがとうございます。助けてくださってありがとうございます。なんとお礼をすればいいか。いや、全然。礼とかいいってそんなの。俺はこれがあり十分だよ。すいません。釘抜きますね。それごと？よし、これで釘が手に入ったな。それ持っていったらビビるんじゃん、陣内のおっさん。これできっと釘が手に入ったな。桜川通りの南にいる陣内のおっさんに渡しに行くか。じゃあ渡しに行ってみるか。おいおい、は、はい、あ、
でもなんかガチャガチャやってるもんね。お湯入れるんじゃん、これ。え、泣きたいな。何か作ってくれたり。あ、フロンティア精神。こんなところにナズナが生えてるな。何言ってんの？ナズナ？野草だよ。食べれるやつ？おひたしにすると結構うまいんだぜ。あと、カラスのエンドウやヨモギ、ドクダミソウもその辺で取れるぞ。うん、それですか？今入ってってるそれ。ナズナは野草に詳しいんだな。まあな。それ野草って。最初はいろいろ食って死にかけたりもしたが。うん、だんだん体でわかるようになって、今じゃ大体の野草はわかるぜ。すごい。やばい見た目のもんほどうまかったりするんだよ、これが。あ、そうなんだ。人類で初めてウニを食った人って、きっとあんたみたいなやつなんだな。確かにね、ウニ初見では食おうと思わねえよな。まあなるほどね。まあ見た目悪いものでもね、美味しかったりするもんな。って言っても、味村、ウニ食ったことねえんだけどね。あ、なんかめっちゃゴミあんねんけど。すごい、これ。これ、ゴミさんちのゴミやったやつちゃん、全部。あ、でも特に何かがあるわけでもないんだ。なんかありそうだと思ったんだけど。こっちは？どの辺これ？やっべ、チンピラいっぱいいる。これ何？え、なんか黒い車いっぱい止まった。これ、薬剤さんちゃん。あ、清流会だわ。帰りましょう。清流会怖いから帰りましょう。これ何やさ。ラブマジック。アダルトグッズコスチューム店な。いらっしゃいませ。うわ、エロそうな店。うわ。1万か。え、でもこれ武器にできんの。え、いつか欲しいな。杖、傘、ダンディアンブレラ。あ、全然攻撃力上がってるもん。焦点19個。ランドリーの階段？誰？え、ランドリー階段喋りなよ。誰今の？ちょっと怖い話をしてもいいか？これ？コインランドリーだよ急に。まあいいけど。昔、うん、コインランドリーで洗濯した服を乾燥機に入れたんだよ。うん、残り5分って時に携帯が鳴ったんで外に出て話しててな。それで？だいたい10分ぐらいで切ってランドリーに戻ったら、なんと乾燥機の残り時間が30分になってて、まだ乾燥が続いてたんだよ。何それ怖。延長でもしたのか。え、どう、誰が勝手にしたってこと。乾燥機なんて延長しねえだろ。おかげで俺のお気に入りの T シャツが縮んでピッチピチよ。泣いてる。来たけど。来たけど。そっちの絵面の方が怖いわ。あえてピチピチになったんかな。あれピチピチの動作や。楽しい会話してんな、おっさんたち。